こんにちは、ロジュラ TV です。今回ね、私も好きでちょこちょこ飲みに来る四条大宮エリアに来てるんですけど、もう四条大宮エリアでね、知らない人はいないっていうぐらい人気の名酒場、こちらご紹介したいと思います。結構ね、メニューの品数が多くて、こうどれもね、美味しくて安いっていうね、まあ、ありがたい、定期的に行きたくなるお店なんですけど、ふるさとさんというお店ですね。はい、じゃあ早速行きます。はい、じゃあメニュー見ていきます。全部ね、安いんですよ。これが揚げ物ですね。はい、で一品で、ご飯物ですね。はい、でこちらが焼き鳥ですね。焼き鳥と焼き物、炒め物、鍋で、鉄板焼き、天ぷらですね。でサラダです。でこちらが、定期的に変わるおすすめです。めっちゃあるでしょ。お作りから旬の素材使った一品もいっぱいありますね。この辺からいろいろね、選んでいこうと思います。鶏のポンカラと作り盛り、ビフテキ、チーズシソ春巻き、グリ大根。はい、一旦それでお願いします。じゃあお作りからいただきましょう。わさびもりもりやな。いか、硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどいい食感ですね。7種盛り結構多いな。嬉しいですね。合う。うん、うまっ。日本酒飲みになってきますね。はい、すいません。はい、でチーズシソ春巻きですね。このね、わかるかな、チーズとシソたっぷりですね。これを春巻きにしてあります。チーズ春巻きだと多分ちょっと重たいんですけど、シソがあることですごいね、こう重たすぎない、すごい食べやすい料理になってますね。塩味もちょうどいい。これはもうめっちゃあて、めちゃくちゃいいあて。ふるさとさんはね、生絞りのチューハイが有名なんで、ちょっと今から頼みたいと思います。何しよっかな。カボスシークワーサーなし、いろいろあんな。巨峰、一番映えるのは巨峰なんですけどね。せっかくやし巨峰にしますか。はい、じゃあポンカラですね。やっぱ唐揚げを食べないと始まらない、ね、玉ねぎがめっちゃ多いんですよね。これ珍しい。あのね、このおろしと玉ねぎの組み合わせが素晴らしい。すごいあっさりした料理になってる、ポンカラが。ヘルシーマス。確かにちょっと唐揚げって罪悪感あるんで、こういう
たくさんの野菜とかと食べる方法ありですね。ポン酢が濃厚なんでお酒には合うんですよね。はい、じゃあ次はビフテキ、じゃんじゃんきます。ガンガン出てきますね。あ、油すごい。おちょこっとこのね、やっぱ牛肉を居酒屋でつまめるのがいいですよね。うん、焼肉に食べに来てるわけじゃないんでそんな肉ばっかりいらないんですけど、ちょっと欲しい、ちょっとだけあると嬉しい。それがある店、ふるさとさん、ね、来ました。巨峰一バッグ入ってるらしいです。いいですか。はい、どうぞ。濃い。ここでお願いします。贅沢やな、これうます。あの上等の本格的なバー行った時に出てくる生搾りカクテルみたいな感じの濃さです。うまいっていうか飲むもったいないな、これ、うん。ブリ大根、こういうもんが美味しくなってきますよね。ほろ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 っとほどけていきます。で、大根がねすごいんですよ。これもう見るからにこうしっかり煮込まれてるのが、煮込まれてる。うまっす、この大根めっちゃ。この大根めっちゃうまい。うまっ。もう旬ぶりを通り越してもはや液体に近いですね、これ。うまいな、すごいな。冷酒いただきます。結構辛口、うん。羽田酒造さんですね、京都の京区です。僕なんだよな。はい、日本酒飲みすぎてちょっと寄ってきましたけども、大好きなつくねを頼ませていただきました。ここはね、3つタイプね、割とオーソドックスなつくねですね。形が結構一個一個ね違うんで、手作りされてるのがよくわかりますね。うん、なるほど。結構じっくり焼いてあって、うん、タレがねよく美味しいですね。よく合います、これ。あー、やっぱつくねって店によって全然味ちゃいますね。ここのつくねは結構あっさりめでみんな食べやすいつくねですね。はい、ということでふるさとさんで、ね、楽しませていただきました。いやー、うまそうでしたね。とにかく種類が多いんで、やっぱりグループで行くのがおすすめなんですけど、いろいろねやっぱ食べたくなりますね。あのやっぱり生搾りのサワーも美味しかったですね、はい。やっぱり定期的に行きたくなる、ほっこりするね居酒屋さんでしたね。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。